はいどうも、哲学徒です。今回は期間限定イベント、日没の生物の、凍結というイベントの方がね来てますので、一緒に見ていきたいなと思います。こちらのイベントの方なんですけども、まあ、レジェンダリーのね、宝石をテーマにした、イベントというような形になってて、8月の28日まで、3週間にわたって行われるイベントというような形なんですけども、全部でね、10回ガチャを引くことによって、まあ、すべてのね、報酬をもらうことができるというイベントになってますが、初回はね、無料で抽選が引けるということなので、ちょっとね、最初の1回、私も運試ししてみようかなと思います。さあ、じゃあ引いてみましょう。何が出るかな？お、バインド済みの宝石のかけら5個ということで、まあ、これは何だろうな。もうティッシュ的な感じかもしれませんが、まあ宝石、一番確率が高いものとしてはバインド済みのかけら5個が、88% かなの、確率で、出てくれると。あ、すいませんね、ちょっとこれ出ちゃってる。でテルリックパールが12個が 88%、そしてレジェンダリー宝石4個が 2.94% みたいな感じですかね。で、紋石6個が 4.42% とどんどん、確率が低くなっていくという感じで、で、名工宝石ランダム箱っていうやつは、これは、星5のね、宝石の方が入った、宝箱というような形になってるので、まあ、普通にね、オーブで課金するよりは、安い値段でね、レジェンダリーの宝石の方が、ゲットできるという、期間限定イベントになってので、まあ、ぜひね、無料の、報酬の部分は誰でも参加できますので、覗いてみてほしいなと思います。まあ、ちょっと課金したいなと思っている方は、この機会にやってみるのがいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、まあ、今回のアップデートで、なんか、無料のね、報酬の方もね、来てますので、どれだっけな。パッチ 3.4.0 配信中ってやつですね。で、ここでね、ゴールドとか、あとね、各種宝石と、あと、最短連の石なんかももらえますので、こちらの方もね、1週間以内に受け取れるというような形になってますので、忘れずに受け取ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではディアブロイモータルの攻略解説動画など投稿してますので、もしよろしければこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。